私は2005年12月20日並びに2006年2007年と長政府の招待でエイズの子どもたちの支援のためにヨハネスブルグに飛びました。この南アフリカは白人政権の時代から豊富なダイヤモンド、金銀、ウラニウム、ガスなど地下資源をバックにしたアフリカ大陸最大の繁栄した町でございます。ただしこの中にもこの繁栄の裏には約600万名のエイズの患者、その中に約150万名といわれるエイズの子どもたちがいて、国家存亡の危機に面しています。このヨハネスブルグ市は南アフリカ最大の都市で、もともとここで多くの金山が発見され最大の繁栄を誇った町です。今でもその金鉱山のボタ山が町の至る所にあり、当時の賑やかさを映し出しています。しかしこの裏には多くのエイズ患者がいて、この国最大の問題になっています。また今映っております